大家早安。装。今天我跟文当要来装电灯还有电视。ライトつけ方みんなわかります？これ最初どうやってつけるんだろうなと思ってさ。因为文当比我早来一个月，所以我来的时候文当已经把电灯装好了。但因为我们家其实有三个房间，那现在只有一个房间有电灯，所以我们一个月都在那个有电灯的房间生活。现在我们要装剩下的两个电灯。这个是我们新家要装电灯的房间。虽然日本大多数的房间都有附电灯，但我们这次住的是没有附电灯的，比较特别。ついてるイメージだったんだけどね。プジャンも初めてついてないところ。そうそう。だからちょっと最初戸惑っちゃった。我们现在在这个房间是我的工作室，就是要放我的电脑桌什么的，然后拍影片也在这里拍，所以我们两个买的就是那种比较亮的电灯。我们买的这个是 LED 灯，我们的卧室也是用这种灯，因为很亮又很白，所以我跟文当就又买一个这个拿来放在我的工作室。因为那个灯太高了，所以我们刚才在找台子，这个放电视的台子好像刚好可以站在上面，高度差不多。文当超级认真，ちゃんと下位置にやらないと危ないから。どうやってつけるのかをちょっとイメージトレーニングしながらね。すごいね。じゃあ開けていきます。好。会社の上司が言ってたけど、カッターで使うより。ここをパチンってやった方が楽だよって言われた。え？ほら。あ、知らなかった。我完全不知道え。这个建筑小知识。このパナソニックのね、1071K、Amazon でいろいろ探してて、なんか元値が2万いくらだったの。え、そんな高かった？でもなんかセールかなんかで7000円ぐらいなんですよ。だからあっちの寝室も買ったの。うん。で、あっちの寝室が良かったからこっちでもいいかなと思って。光の調整できるの。白くなったり青くなったり、あったかいようになったりとか、いろいろできるの、調整が。これリモコンもついてる？うん、ついてる。寝ながらでも操作できるよ。でーん。これ取り付けるやつね。ででーん。これリモコン。これ点灯、消灯で、これで白くしたりあったかい色にできる。でこれ明るくしたり暗くしたりできる。这个あったかい色就是有一点黄色、橘色、橙色那种颜色。ちょっとねオレンジっぽい色かな。对对对，我刚才就是在说这个。これ企業案件ではありません。有没有家具的厂商要来找我们？我们两个会很开心的。最初俺これどうやって撮るのか分かんなかったんだよね。今回も忘れた。他上次的经验根本一点用都没有。ルーちゃんはしっかり説明書読む人？読まない。え、俺めっちゃ読む。大家是哪一种人呐？はい、じゃあルーちゃん今からやってみるね。説明書読んだ？読んでない。お、無理やりやった。世の中そういうこと。ここを押しながら多分撮るんだ。ほら。对的，我刚才以为这个也是它的本体，原来不是，是要把这个拿掉。我跟文章永远在不同频率上哎。まずこいつをね上に取り付けると、僕の動画さ、今日はルーはやらない。八。哇。この状態から線をつなぐの。カチカチカチっていう感じで取り付ける。这是什么形容词？哦。ほら来た。でこれをここに差し込む。カチッと。あ、本当だ。あ、今ついてる状態か。危ないね。本当は消してからやりましょう。で、あとこれつけるだけ。はい。これで終了。OK、終わり。好快哦。那我们现在用遥控器看一下这个灯的效果怎么样？因为这个地方是我的工作室，我们在这里拍影片，就可以看一下灯的效果如何。点灯。哦。哦。明るくなったね。そうなん。じゃあ消すよ。消灯。ほら、ちょっとだけ色を変えれる。我们现在改成温暖的颜色，有变吗？ちょっと変わった？ほらほら、見て、ルーちゃんずっと自分の顔見てて。好，我们两个终于可以在寝室之外的地方生活了。OK。接下来我们装 Living Room 的电灯。完成。完成。完成。吧。吧。サムネいいね。现在我跟文道用客厅的电灯跟电视了。開けるよ。でもこれね、ルーちゃんが買ったから俺あんま覚えてないんだよね。おしゃれなやつだよ。これはね、おしゃれより機能性重視だから。だからああいう系を買ったんだけど。因为你是男生，我是女生。男生跟女生果然这点不一样。あ、電気も買ったの。嗯，我买的是这种工业电灯，很时尚的。俺は顔がちっちゃいから全部映るけど、ルーちゃん顔でかいから全部映らない。这个灯可以依照自己想照的地方调角度。これこうつけて、こういう線つけてやるんじゃないかな。ロックしないといけない。でこれ取れない。ああ。大変これ。ルーちゃん。
大変なのかしらね。把电灯装上去之后，还要用橡皮圈跟螺丝把它拴紧。文章累了，换我。测量高度，电灯装好了，辛苦了。大変だったこれ。行きます。好。オン。お。お。明るいじゃん。很漂亮哎。ね、結構あったかい色のやつだね、これね。めちゃくちゃ綺麗。切り替えをしてみるね。お。お。お。いろんななんかパターンがあるんだね。2個ずつとか、ほら、今2個ずつ。おしゃれだね。おしゃれだね。苦労した甲斐があるわ。OK。最後我们来装电视。哦，ルーちゃんが貢献したいと言って自ら開けています。对，文章太辛苦了。テレビの設置できるの、ルーちゃん。なんか埃がすごいね。对。这个是我妈妈给我的绿茶湿纸巾。いいね、綺麗にしてる。おお、綺麗になったね。そう、あの丸い穴に入れるのと、きつくなるまでね、ずっと回し続ける。好，文丹好会说明哦。对、okay. ，入れると、はい、OK。我们现在寝室用的那个小电视是文丹大学时候用的，因为那个电视反应超慢又很小，所以我们就一直很怀念这个大电视。每个机种的设定方式都不同，然后这个是我们家的。機器設定で簡単設定だと思う。じゃあ自分は熊本なんで熊本押します。市外局番はネットで調べたら出てきます。熊本地域は基本096です。で、B キャスカードってのが放送できるかどうかを今から確認します。で、決定を押したらテストが正しく終了しましたって出ます。で、デジタル放送やデータ放送を利用することができると。だから B キャスカードがないと、この受信とかもできなくて、テレビも映んない。この B キャスカードがあるかどうかを確認しておいた方がいい。好難哦。で、次。地上デジタルチャンネル設定を変更しますか？これを前の地域からこの熊本地域に変更しますかっていう確認で、あとはもう勝手にチャンネルをスキャンしてくれて見れるチャンネルを探してくれてます。おお、電視好聪明啊。一人暮らしするまでは全く分かんなかったんだけど、やっぱ一人暮らししてからね、いろいろ自分で調べて。おお、可以看了。我之前住的地方是シェアハウス啊、反正就有附家电的、所以就没有这个问题。ほら、1チャンネル、2チャンネル、3チャンネル、4チャンネル、5チャンネル、8チャンネル、10チャンネル、11チャンネル。哇，好棒哦！我跟文娜还有另外装置是可以录电视节目的。这个录电视节目的，只要插上电源，然后再插上 USB 就可以了。哦，哦，麦录到现在是まだ残ってる。残ってる。あなた、嵐に仕上がれ。我都录蓝的节目啊，我还有录蜡笔小新跟樱桃小丸子。完成。完成，太棒了！これで快適なライフを送れます。好，那我们两个今天就装完电灯还有电视，其实就觉得家的感觉终于有比较齐全了。因为我之前住的地方是不用自己装这些东西，这是算是我的第一次。この家まだ何が足りないかな？片付け。片付けと、あと家具まだ届いてない。そうね。等到东西真的都比较齐全之后，我们再拍个 room tour 给大家看。それとあと、まあ俺もなんですけど、最初わかんないからやりたくないみたいな。あ、で、ルーちゃんとか。もう分かんないからもう業者呼ぼうとか、それはもうもったいないなと思うんですよ自分は。とりあえずやってみる。でやったら案外できるもんなんで、皆さんも業者とか呼ばないでやってみた方がいいかもしれないです。お金浮きます。啊，我觉得文章很厉害，因为我之前住的地方是 Leo Palace。那 Leo Palace 它其实基本上就是家具跟家电都有附，但是我还是自己有买一些小储藏柜。那我又觉得还要自己装储藏柜好麻烦，那个时候我就叫便利屋来帮我装，就是以小时计费，然后这样多少钱多少钱这样。我あれは全く理解できなくて、絶対なんかとりあえず自分でやってみて分かんなかったら調べて自分でとりあえずやるんですけど。ルーちゃん電力屋呼んだ時本当にびっくりしました。因为我不想给文当添麻烦，就觉得啊，反正只要花一点小钱就可以解决的事情，我就花一点小钱。就没想到那个便利屋的叔叔在那边装超久，其实有些东西他可以快点结束，可是他为了要赚那个小时费，就慢慢摸，到最后我就花了两倍高的价钱。文当后来回家就骂我，就说我叫他装就好了，干嘛还要叫便利屋。せっかくの休み私のためにあれをやったりとかするのが嫌だなと思って便利屋を呼んだよ。優しいね、谢谢。不客气。其实我觉得文章很厉害，这一点就是跟我完全相反，因为我就是那种觉得啊，我这个不会做，反正就把这个不会做的事情让给会做的人就好啦。我觉得世界就是这样运转的。可是文章不是，他就是自己一个人要把它做起来。とりあえずやってみて、本当にできなかったら業者を呼んだりとか。但是我相信大家在日本，你们查日文也不好查嘛，也可能会看不懂。那这样子的话，就希望这个影片可以帮助你们至少知道说，哎，像我们电灯今天有装两种 type， 有那种圆的 LED 灯，那有这种是比较时髦的装饰灯，大家可能就可以看着做一下参考。とりあえず調べてやってみましょう。他就是一直强调这个。
好，那这个影片就这样子啊。现在时间才下午吧，因为我们中午就起来装电灯，然后等一下可能吃个饭，等一下我们两个想要再去 Nico 里晃一下，看有没有一些趣的东西可以把它买一买。不行，我觉得我再讲下去又要讲很长一串跟大家聊天。拜拜，大家再见。拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ